写真拡大。西武 7-6 オリックス26日ベルーナドーム。オリックスのランヘル・ラベロ内野手が27日の西武戦ベルーナドームで来日初本塁打を放った。昨季は加入して早々の故障に泣いた助っ人の豪快な一発に打った瞬間とファンも大喜びだ。3回2死1塁カウント0の1から西武先発渡辺裕太郎の高めに浮いたスライダーを捉えた。豪快に振り抜いた打球は綺麗なアーチを描いて左翼席中段へ。記念すべき来日本塁打を放つとベンチ前では右手でピースを作り右肘と右膝をくっつけるポーズを決めた。昨年の7月26日に入団したものの2軍育成で左手首に支給を受けて骨折。レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン5試合の出場に終わってしまった。パーソルパリーグ TV がお目覚めとなった一発を動画で公開すると、普通に大物の予感、右の吉田正尚になる予感、センタマガン良くてフルカウント編集、ファンも期待を寄せていた。